はい、こんにちは、トールと申します。アニメパリピ孔明の第7話、今回はですね、サマーソニアに向けた新展開ですね。はい、英子や大臣はもう一回り成長しなければいけないというところですね。英子自身がまあ自分と向き合う、そういう展開に入ったと思われます。新キャラなんかもね、結構出てきました。ただですね、今まではほとんど全てがね、孔明の計略の中で動いていたんだけど、どうやら孔明の筋書きとちょっと、ずれたことも起きてるんじゃないかなっていうところがね、すごくいいスパイスになっていたのかなというふうに思います。それではアニメ視聴者視点で今回の感想や注目ポイントの解説、描写のつながりなんかを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。パリピ孔明7話のストーリーは、まあざっくり言うと、このサマーソニアのルールとライバルのね、確認なんかした後にですね、壁に対しては関鳥羽カンフーと決着をつけてこいという指令を出し、そして英子に関してはですね、はい、まあ曲のアレンジと収録の方をですね、自分の力でね、仕上げてきてくださいというね、そういう形でですね、2人に試練を渡して与えたという、形になりました。おそらくは、次回にね、何らかの解決を見るのかなというふうには思われるんですけど、ここでね、やっぱりね、まず見ておきたいのがね、ここに来てその英子の進化ね、壁もそうなんですけど、2人の進化に目をつけたところ、そう、2人がまあユニットになったことによってですね、まあちゃんと2人での息の合ったエンディングっていうのを我々は聞いてるわけだから、そこは安心してるわけですよ。ただ、サマーソニアの時ためにはですね、そのための特別な、歌とですね、そしてですね、やっぱりね、英子自身のですね、成長というかね、まあ、進化と孔明は言っていましたけど、そこが必要というところ、非常に良かったと思います。そう、我々英子についてはですね、言葉と、まあ、ワンカットみたいなところにおいては英子の過去を知ってはいるんだけど、それはまあ英子から説明された言葉的なエピソードがね、ほとんどですね、英子自身のですね、例えば壁にあったような苦悩とかね、そういったところの描写っていうのはね、そこまでね、描かれていないんですよね。でもちろんですね、英子の語った言葉とですね、まあ見せられた過去の回想なんかから英子のことはわかるんだけど、でもですね、その絵的に欲しいんですよ。絵的に何か我々は欲しいわけですよ。でそこをですね、おそらく今回ね、出会ったね、まあ新キャラクターたちによっていい刺激をね、受けて英子が自分のことを、見つめ直す、そんな感じのね、動線ができたんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ孔明もですね、我々も進化しなければと言っていたので、孔明自身もそうなのかもしれませんが、ともあれですね、やっぱりその今まで努力はしてるし、でね、過去の、ね、積み重ねもあって、でですね、魅力あるキャラクターではあるんだけど、でも結局なんていうか、英子に関してはくすぶっていた歌手なんですよ、彼女はね。でだとするとですね、やっぱりその10万いいねというね、とてつもない壁、サマーソニアというね、大きなイベントのためにですね、まあ一皮向けなければいけないね、大舞台のためにはですね、何かこう突き抜けていかなければいけない、様子というものが、ものというものがあって、そこのためのね、条件がね、改めて示唆されたのは良、かったと思います。はい、このあたりに関してはですね、まあ答えは多分その1話の時点で映像的には出てるのかもしれませんが、ともあれより深くね、英子の深掘りがされることがですね、まあほとんど示されたわけですので、はい、この辺楽しみにしていきたいと思います。いや、新しい展開の出し方として、すごくいいですね。はい、再度英子側にですね、強くスポットが、当たる形になりました。そして、まあ、そのためのまあ計略の一つというかね、まあ、天下太平の計ボリューム1、まあ、ボリューム1がサマーソニアのことなのかはちょっとね、わからないんですけど、現状においてはですね、天下太平の計というね、一応孔明のですね、プロジェクトがね、始まりましたね。はい、この名前自体はですね、おそらく1話で孔明が履歴書に書いていたね、天下三分の計というね、言葉から取ってきてるんでしょう。そもそも天下三分の計は孔明がね、解いたことで、まあ、2つの国が2つだけだとね、争いあったりね、どちらかが弱った時に潰されてしまうっていうことだけど、国をですね、3つに分けて統治することによってですね、例えば強い国が出てきた時には他2人が2つが、その強い国を叩くみたいな感じをしてですね、言ったらまあ争いをですね、まあ天下を3つに分けることによって国を治めるね、そのまあ、まあ支配の形ではあるんですけど、そういった話で、そこからはね、今度は天下太平の計というのが、始まったなと思われます。はい、ルールが一応サマーソニアのルールがね、書かれてましたね。はい、候補者本人の SNS アカウントで発信してくださいよって、
で複数出すんじゃなくて1つの投稿に10万いいねを集めてくださいよと、いう形になって、内容に関しては候補者の裁量に任される。これがなかなかねなんかトリッキーですね。はい、裁量に任されるので、これは多分4話で書かれていたですね、なんか本来の趣旨じゃないところでいいねを集めようとして炎上したなんか歌手みたいな、そういうエピソードが入っていたりだとか、あとはですねなんか多分自分たちにめちゃくちゃいろんなプレッシャーとか枷をかけてですね、なんとかいいねを集めようとしたんだけど達することができなくてですね、まあ多分ファンの応援の熱も自分たちの熱も冷めてしまったみたいなね、そういうシンガーたちもいたのでしょう、そんなわけですね、もう始まってはいるんだけど期日までに10万いいねを集めること、まずそれ自体がすごく難しいと、そして、枠は一つしかないから誰かが先に達成するとですね先着順に決まってしまうというね、なかなかに厳しい状態になってました。はい、まあ先ほどのルールのね、まあ一つの投稿に10万いいねっていうことなので、ほとんどのまあその参加者っていうのはすで、に曲とかをまあ SNS にアップして、でその後にですね、いろんなまあ PR 活動を行う中でですね、あのこのねこれにいいねを押してくださいみたいなね、そういう動線を作るんじゃないかなというふうには思われますね。はい、そして、まあ、今回孔明がですね要注意だと、他はね、まあ、大体伸び悩んでるんやけどね、他がね、こちらですね、はい、アザリエがね要注意だと言われてます。ちょっとアザレアって呼んじゃうんですけどね、花のね、こちらはですね、まあ1万いいねではあるんだけどバックにねキータイムがついてるという、そういう話があってですね、まあ、つまり大きな会社がついていてですね、まあバックアップ体制、使える人数もお金もですね、まあまあ全然ね規模が違いますよということで、ここをまあ抑えておいてですね、ゴールしなければいけないんだと、つまりキータイムはキータイム側でですね、アザリエをですね、まあ10万いいねを達成させるための契約をすでに練ってるはずなんですよ。でだから例えば A 子がそのアザリエを抜こうとね、した時に例えばそれに対抗する策を、ね出してくるかもしれないしね、動いてくるかもしれないんで、この辺りをどうね、攻略するのかっていうのが孔明のね、まあ、策略の一つでしょう。でそのうちの一つが多分ね今日言っていたこれですね、3日前に投稿しましょうと、締め切りの3日前の投稿、これはですね、おそらく赤壁の戦いの時に、孔明が10万の矢を集める時もあれ3日で10万の矢を集めるみたいなね、そういうエピソードだったとあのコメントで教えてもらったんですけど、そこになぞられてる部分も、あるとは思うんですけど、おそらく10万のね、いいねを3日でね集めるということはおそらくまあタイムリミットが迫ってることによって、ね、今押しとかないとっていう意識を高めるとか、まあ、タイムリミットが迫ったことによって話題性が上がるだとかですね、他にもまあいろんな技をですね、まあ、メリットがねあるんだと思うんですけど、一つはこのねキータイムに対する戦略やと思うんですね。すなわちどういうことかというと、おそらくキータイムって大手のまあ会社でね、だからこそ大きな会社で規模が大きいからこそですね、急な変更とか急な対応とかはできないはずなんですよ。大きな会社でお金をすぐに動かせるわけではないんで、だからおそらくですね、こうアザリエはね、余裕さるしゃくしゃくでですね、ゴールするためのプランとしてですね、例えばですね、3日ぐらい前からコマーシャルを打ち出す、そういう予定では入ってたりすると思うんですけど、それをおそらくキャンセルできないんですよね。だから、そのなんか対応する、キータイムが対応しきれないタイミングをね見計らってるんじゃないかなと、いうふうにも思われます。はい、まあいろんな策略があると思ってちゃんとね孔明がね冊子作ってくれてるんですよ。はい、ロードトゥーサマーソニア、サマーソニアまでの道っていうことでね、マルヒって貼ってあってですね、はい、ここに諸葛孔明って書いてますからね、いやあんまりマルヒ感ないんですけどね、ここは良かったと思います。まあ、何をね見せてくれるかっていうのはここは次回とか次回をね、楽しみにしていきたいと思います。まあ、こういうワクワク感があるのがねやっぱりねパリピ孔明楽しいんですよね。そして、目の前のまず壁ですね。はい、壁はですね関鳥羽さんと決着をつけなきゃいけないんだと、いうような話になりました。まあそうなんですよね、前回も自分も言ったんですけど壁自身の問題が解決されたわけではなく孔明がね、ここにいれば解決するかもと思わせるようなですね計略を練ったっていうことが、壁をね引き入れるための動線であって、だからこそね
壁が入ってきてですね、まだ彼自身はですね、問題はほとんど解決してないことがね、示されてます。まあ、そことはまた別に、壁くんが入ってきたことによって、孔明の姿に対して突っ込んでくれたりするじゃないですか。ね、いつもあんな格好してるのあの人みたいな、うん、そうだよって普通に A 子さん返してるけど、よう考えたら、ね、変人なんですよね。はい、この辺ちょっと新鮮でした、個人的には。孔明の格好そうやねって突っ込むよね、普通は、という形ではあります。そしてやっぱりですね、壁くんは、やっぱりその陰口みたいなのをされるのも苦手なんですよね、基本的には。はい、だから今までそれでですね、まあ、いた胃潰瘍みたいなのがなっていてですね、胃が痛くなっていたわけですから、ここも苦手なんですよ、だから解決したわけじゃなくてですね、孔明の管理下に入ったと見た方が良さそうです。つまり孔明の管理下に入ったことによってですね、孔明が解決、自分の力で解決するための道筋なら示してくれるというね、そういう構造になったんだと思います。はい、壁をまあね、かばうようなね、言い回しとしてね、言っていましたね。炎弱いずくんぞ、広告の志を知らんよ。炎弱っていうのは、まあ、スズメとかツバメみたいな小さなね、鳥のことですね。で、広告、まあ、漢字そのまんまなんですけどね。広告の志を知らない。広告っていうのは、大鳥やコウノトリのようなね、大きな鳥ですね。だからね、小さい鳥にはね、大きい鳥のようなね、こと、志はわからないんだよ、いうような、そういう言い回しです。まあ、ここも、石壁の戦いのね、言った言葉みたいなことをオーナーが言っていましたので、まさにね、壁とですね、まあ、石飛ばさん。はい。赤と壁で石壁の戦いですよね。再びちゃんと石壁の戦いを行われる、ね、形になります。はい、まあ本来の史実的には石壁の戦いの中に10万いいねを集めるっていうね、10万の矢を集めるっていうエピソードがあったんだけど、まあこのパリピ孔明の中においてはですね、10万いいねを集めるためにはね、石壁の戦いを制しておくことが必要だぞという形になっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ彼がどういう答えを出すのかっていうのはまたね、楽しみにしておけばいいんですけど、またちょっとね、ヒント的なのがあるわけですよ、ちゃんとね。はい、まあ孔明が言いましたね、真の強さとは何なんでしょうか、腕力で民が救えるんでしょうか、みたいなことを言っていました。この問いかけっていうのは後にまあ大臣が対面した高校生たちのね、まあちょっと嫌な絡み方をしてたかっているね、同級生に叩かられている男の子の描写で、繋がってるんだと思います。まあ大臣はここに入っていてですね、まあちょっとね、うまくはできなかったんだけど、しらけさせることによってですね、その子を一応は守ったんだけど、でもそれはね、大臣にとってはかっこ悪いな俺ってね、言ってることなんですよ。つまりこれさっき孔明が言ったことをつなげて言うなら、大臣に腕力、暴力の力を持っていればですね、かっこよく救うことができたというね、これが現時点における大臣の認識というね、そういうまあ答え合わせになっていたというふうに思います。でそこからですね、まあ大臣がどういう答えを出すのかというね、ことにはなってくると思います。腕力の力で救えないものをですね、どう救うのか、まあ壁にはもうラップというかね、音楽しか、ないので、ある意味答えは出てるのかもしれませんが、それをですね、まあ言ったらね、ラップでね、どう表現するのか、はい、フローとライムのリリックをどう聞かせてくれるのかというね、そういう形なんじゃないかと思いました。はい、あとまあ気合い入れる時にですね、やっぱりですね、声かける時もね、ドリンク飲んでたらね、ちょっと良かったですね。はい、そんなわけでまあまあ壁のね、活躍にも期待できる、ね、形になってですね、本当にいろんなそのことがですね、並行して起こってはいるんですけどね、それぞれのキャラクターに結構感情移入しやすくてですね、でなんか妄想するのも楽しい、形にはなっています。でですね、まあ今回のメインとしてはですね、やっぱエイコのね、話にはなってきます。まあキッドさんっていうのがね、新キャラで出てきました。この人はですね、まあすごく有名な、人でですね、自分で言ってるのはですね、一応自分で言った言葉の紹介としては、イケメンマッド DJ って言ってましたね。はい、とはいえまあアーティストでもあるようで、あ、イケメンマッド DJ やからイケメンマッド DJ ってことでメンマっていうね、そういうことみたいですよ。はい、メンマプリンに刺すのはちょっとと思うんですけどね、もしかしたら美味しいのかもしれませんね。はい、全然わかりませんが、ともあれまあこの人はですね、別にパイ投げ
ね、種目の選手というわけではなくて、ちゃんと曲のアレンジを、してくれる人みたいです。孔明が言ったのは、アレンジャーと、ね、スタジオを抑えてますという、そういう話をしていましたので、この方はまあ言ったら曲をアレンジしてくれる人みたいです。はい、すいません、これ詳しい方教えていただければというふうには思うんですが、孔明のことを高く理解、ね、しているし、買っているし、そして英子の実力も認めてる感じではあります。ただ今の英子に、足りないものを叩きつけるというね、そういう試練を与えるタイプのね、キャラクターになってきました。でですね、ここでやっぱり自分がイレギュラー起きてきてるなと思ったのはこの孔明の袋ですね。3つの袋、はい、これはですね、劉備の、付き人になるね、趙雲にその策を与えたっていうね、ことだろうってオーナーが言ってたんですけど、孔明の言い回しだとおそらく不安になった時に一つ開ければいいよってね、解決したらそれでいいし、ね、解決せずにまた不安になった時に二つ目開ければいいよっていうニュアンスで言ったんだと思うんですけど、まあね、一つ目は間違いなくですね、プリンがね、功を奏したわけでですね、これは孔明が、書いてた筋書きの一つだと思うんですけど、英子さんがねこの子ね、やっぱりちょっとね、抜けてる部分もあるので、はい、1,2,3 の袋全部開けちゃうんですよ。順番に開けてくださいよってそういうことじゃないだろうと。まあ何が1番で何が2番か分かってることは重要やけど ね、順番に開けてくださいってね、順番に全部開けちゃうわけですね。はい、これをね、多分したことによって英子の歌には自分がないと言われて、追い出されてしまった英子がですね、プンスカプンスカしているんですよね。胎児もそうなんですけど、それに対してですね、すぐにこう思い浮かんじゃうんですよね。2つ目の袋すでに開けてるから、不安になるより前に多分英子さんこのことを思い出しちゃってて、だからこそ多分当初の予定よりも早いタイミングでですね、路上ライブの場所に行っちゃったんだと思うんですよ。で、路上ライブにもし行ってなかったんだ、もっと遅くにね、どっかのタイムラグ、例えば自分の歌を見つめ直すっていうことでですね、自分の曲聴き直したりとかね、カラオケで歌ってみたりとかいうのをしてたらですね、多分このナナミさんに会ってなかったと思うんですね。彼女はまあ今まさに補導されていてですね、路上の許可がなかったらね、ダメよって言われていましたので、ここがね、なかったってことは、実は孔明が、最初に想定していたもの、もしくは孔明が占っていたね、結果とはね、違う流れがね、起きてる可能性が、あってですね、そう。だから、なかったんだとすると、多分今回の話の流れっていうのは、英子さんがなんとか、このキッドさんにですね、お願いするっていうのがこのプリン。そしてですね、路上ライブをに行って路上ライブをすることによってですね、何かを見つける、歌ってる人を見て何か感じるのか、それとも自分がの過去の自分のことを思い出すのかわからないですけど、何かを見つける状態で、その上でですね、不安になるタイミングが何かあるんやとすると、例えばこう決意を新たにした時とか、自分が決心した時を思い出すとかですね、もしかしたらこの場所がちょっと位置関係は分からないんですけど、何か英子さんにとってなんか大事なものが見えるようなね、場所なのかもしれませんね。そういう筋書きが孔明の中にあったのかもしれないんですけど、ちょっと今回結局路上ライブで英子さん歌わなかったんですよね。だからちょっと何かがね、ずれていってる、感じはあってね、この辺がなんか今までは完全に全て孔明の手の内で動いていたからこそのね、言ったらこう振り回される楽しみみたいな感じで主張してたんだけど、ちょっと違う雲行きが出てきたっていうのはね、ピリッとね、スパイスが効いてよかったですね。はい、不安感はそんなに、ないんですけど、この辺のね、演出は良かったなというふうに思いました。はい、英子は一体何を見つけるんだろうかというね、形にはなります。はい、なんかね、ちょっと駅を建てるっていうのが、駅を建てるっていうか、孔明が占いをしてたじゃないですか、だからあれでおそらく孔明が思っていた道とは違う道になっていたと、この辺はちょっとナナミさんのことを考えるときに一緒に考えればいいかなというふうには思いました。はい、そんなわけでですね、見ていこうとは思うんですけど、まず路上で歌っていた、これも路上シンガーでいいんですかね、はい、
路上で歌っていたななみさんっていうのが、いらっしゃいます、ね、この人は歌がとても上手くて、まあ、英子のですね、まあ、思い出の曲を歌えるぐらいにはですね好きだと、理解者であるというふうに言えます、つまりですね今回、まあ、英子がですね、自分が、ね、歌うきっかけになった歌詞のね、歌を 歌わせてもらったけどそれは自分がないよって言われているところですね、まあ、上手くななみさんは対比になってくるんだというふうに思われますね。はい、ななみさんが自分を持って歌ってるのか、それともですね、ななみさんもまた、自分がなくて困ってるのか、ここは難しい部分ではありますが、まあとにかくですね、英子さんがね、手助けしちゃうわけですよ。ここもすんごいね、月見英子なんですよね。路上で誰か困ってたら助けちゃうガールなんですよね、この人ね。まさにね、そのまんまではあったんですけどね、この辺はまあ英子がね間違いなく、英子であってね愛せるキャラクターであることがね、示されています。まあ、ななみさんもなかなかにね良、かったですね、なんかあっけに、撮られた顔はね、コミカルなね、コミカルな感じでね、非常にね、可愛らしかったなというふうに、思いますね。それからですね、2人がまあ一緒に歌っていて結局 A 子は歌わずにいたので、はい、これがまあ何か、問題になってくるのか、なんか自分と比較することによって何か気づけることがあるのか、それともななみさんが A 子が歌うことで何かに気づくのか、ちょっとね、分からない形ではあります。孔明はね、占いしてたんですけど、これなんだっけな、駅を建てるって言ってた時のあの駅の建て方っていうのはなんか竹の棒とかを使った占いの仕方だと思うんですけど、これは多分別の占いやと思うんですね。なんか石を磨けばね、磨かなければ玉にはならないみたいなことを言っていたので、この占いね、また詳しい方は教えていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、あとですね、まあ路上でね困ってる時のね、描写に関して言うならですね、若干タイ人とは意味が違うけど、タイ人とも対になってるかもしれませんね。路上の困ってる人を助けるエピソードとしてはタイ人の場合は意味合いが全然違うんだけど、絵的にはねつながってる感じも、あっていいなと思いました。はい、まあそんなわけですね、まあこのコミカルな、ななみさんのね、話をしようと思うんですけどね、こちらの、ね、方はね、孔明の占いではですね公的種として出ていたんですよね。はい、大金の交わりの怪我って言ってたんですけど、これ大金の子っていうこと言って、まあ金をですねことと書く場合となんかお金と書く場合あるみたいなんですけど、基本的にはとても親密な友情関係のことをね、表してるみたいです。はい、っていうことはですね、なんかまるで相棒になれそうなね、そういう雰囲気もあるわけですよ。でもまあライバル的な意味として、孔明はですね使っていて、でここがですね、まあ分かりやすい伏線としては一番最初に出てきたね、はい、こちらですね、アザリエの、多分ボーカルの人がですね同じナナミさんだったので、クオンナナミさんだったので、まあ、この人ということでいいんじゃないかなというふうには思われます。はい、でですね、まあ、公明的にはですねちょっとどう転ぶか分かりませんよみたいなことを言っていたわけですよ。うん、だから相棒にもなれるしライバルにもなれるというね、そういう位置づけなのかなっていうふうに思うと、ななみさんもね多分ねまたね、多分アザリエで満足できてなかった可能性とかもありますよね、普通に。はい、それこそバックに大きな会社がついてるからこそですね、売るためのですね、歌を歌わされてるとかですね、その自分の曲を変えられてしまってるとか、つまり自分が本来歌いたい、自分が表現したい歌と違うものを歌わされてて、それの発散でここで歌ってたっていう風になるとですね、 A 子と逆なわけですね。A 子は自分がないよって言われてて追い出されててね、でななみさんはこんなんは自分じゃない、これが自分やって言って歌ってたんなら、 A 子がね何かに気づけるためのね、きっかけには、なってきそうな気がしますね。はい、そしてまあ別のグループに属してるんやとするとですね、今更 A 子とユニットをね、組むこともなさそうな感じがあってですね、なんかエンディングはある意味その対人の時にやったからこそのミスリードみたいなね、エンディングの映像とね歌の内容が変わってますので、ミスリードとすることもできるのかもしれません。まああれこれねなんか妄想するのが、楽しい部分ではあります。
はい、そんなわけですね。いや、全体的な感想としてはやはり面白いですね、パリピ孔明。はい、どう転ぶのかがね、わからないんですけど、はい、ともあれまあ10万いいねを集めるためのね、計略がどん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 綺麗に進んでいってますし、A 子のね、新曲が仕上がったの時にどんな曲が生まれるのかっていうものをもうめちゃくちゃ期待できますしね、楽しみです。はい、キッドさんのキャラもなかなか良かったですし、まあ A 子に再度スポットが当たったところも、なかなかに見事だったと思います。タイジンと壁のね、あ、壁と、関戸場さんのね、まあ再戦もですね楽しみですし、またナナミさんというキャラクターのね置き方もね、自分は素敵だったなというふうに思いましたので、次回も楽しみにしていきたいと思います。皆さんの感想なんかも教えていただければ幸いです。パリピ孔明。はい、ここからはコメントとかもね、絡めて雑多な話をしていきたいなというふうに思います。いつもねコメントなのでね、補足などねありがとうございます。やっぱりね僕音楽も歴史もわからんせいですね、皆さんのコメントがあることによってですね一応完結してるのかなというふうには思ってます。はい、ラップバトルに関してですね、いろいろ僕は気づけなかったラップの作法だとかね、観客をねこう巻き込んでね、盛り上げていく手法なんかのね解説などもいただいて、ありがとうございました。はい、あと相手のね使った言葉をですねうまくこう取り上げてですね返すのもなかなかラップ現代ラップっぽくてね、いいっていう感じでした。はい、この辺を踏まえてみるとねなかなかにもう一度また見たくなるようなそういう流れになってましたね。はい、あとですね、まあ、孔明も今回言っていたんですけど、やっぱりそういう意味ではこの魂に響き聞いた者の心を揺すぶる A 子さんの歌っていうのはもう1話からずっと、ね、あったんですけど、この、まあ、タイ人のやっていたことをね真実を射抜き観客の心を刺激する、まあ、タイ人のね、力っていうのはですね、まあ、ここはもう完全にこう A 子にはちょっと足りなかったもののね、補いにもなっていますし、また観客がね湧く理由にもね、ちゃんとつながってきますので、はい、これはなかなかに期待できる部分だなというふうには思いました。あとですね、佐々木くんの話ですね。自分は佐々木くんがね、出てこないんでちょっと不安で心配だなみたいなことをして言ってたんですけど、一応コメントの方でですね、佐々木くんかもしれない人からのね、連絡みたいなものがタイ人のですねスマホに入っていて、でもしかしたらですねちょっと中あのまだね一応交流は続いていたり、するのかなみたいなね、そんな感じのことができます。はい、ちょこっとね多分確定ではないと思うんですよ。だってあのタイ人が自分で回想しながら佐々木くんって言ってたんでね、なのでまあササッチョっていうね、あだ名の関係とはちょっと違うのかもしれませんが、でもこれぐらいはちょっとねその妄想して少しね救いになる感じっていうのね、まあ気づけると嬉しい要素なんでね、はい、教えていただきありがとうございました。一応これね共有させていただきます。はい、あとですね、脅威と超運の話でしょうか。はい、こちらに関してもですね、まあ僕は、まあパッと調べたぐらいでしかね、喋ってなかったんですけど、やはりね、それぞれ脅威と超運をあてがうことによってですね、この戦いがどういうものだったのかとかね、何になぞられていたのかとかですね、後の展開を示唆してたんじゃないかとかね、いろんな考察ができるみたいですので、はい、こちらいろんなコメントいただきました。まあ皆さんね、気が向いたらチェックしていただければね、より深く、あのラップバトルを楽しめるんじゃないかなと。いうふうに思います。はい、またですね、まあ漢文もね出てきまして、こちらの紹介もねしていただきました。はい、まあこのあたりはちょっと僕はね今は手は伸ばせないんですけど、機会あったらちょっとね味わってみるのもいいのかなというふうに思ってます。またこういうね僕全然分かってないことを補っていただけるのが ね本当に楽しく、まあその助かってますので、まあ今後も一緒に盛り上がっていければ嬉しいかなというふうに思います。はい、そんなわけでね、まあ今回もね、こんな感じではありますが、まあ感想補足、知識なども、全然募集ですし、まあもちろんですね、今回出てきたね新キャラについてのねイメージ、感想、あとまあ、相変わらずね、なかなかにコミカルな顔をねいつも見せてくれ英子さんのね、感想なんかをいただければ嬉しいかなというふうに思います。そんなわけで今回はパリピ孔明の第7話について感想などを共有させていただきました。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。